どうブラザー、今日東伏見ですね、東京の東伏見にある空手道場、前に一緒に練習してた加藤先生のところにちょっと潜入していこうかなと思います。はい、ここですね、マーシャルアーツヨガ、ヨガもやってるんですね。はい、こんな感じで今からスパーリングやるんじゃないですかね。これが空道のやつですね。スーパーセーフつけてやる投げとか決め技ありの、まあ、ほぼ総合のルール でこっちがフルコンですね。フルコンルールのやつを加藤先生と門下生の方がやってます。時間は3分制ですね。こんな感じで日々選手クラスのやってます。フルコンルールは顔面の手技で顔面打つのがなくて、今でいいね、上段蹴って足を下ろす勢いで、で蹴りだけ顔面ある、そうハイキックありですね。こっちが熱くなって、これスーパーセーフあり、残り2分の青い道着のが加藤先生の弟さんの智明先生ですね。で寝技ありね、ガードポジション、で道着があるから結構ね、普通の総合と違ってマウントが取りづらいですね。でサイド取って膝でコントロールしますね。膝でコントロールして反対で腕しですね。これは決まるかな、決まったね、はい、やめ、オッケーオッケー、宮田決まりましたね。残り1分20秒、引きフルコン、おミドル入った、上段膝からの左ストレート、で結構近い距離で打ち合うのはフルコンの特徴だけど、この距離からでも上段打てますね、フルコン選手は。そう、こういう感じで、この 胸を連続で打って体を起こさせてやる感じかな、この選手は。まあ、膝ずらしてるね、ポイントずらして、左膝打ったら左に体を動かして出してますね。お、ロー入ってる、ローが入ると、あー、いいね、でこの赤い加藤先生、今ぎっくり腰ですね、作り腰中にこんな動ける。ローが効いてるローが効いてるぞ、ローが効き出すと動けなくなるからやりたい放題になってるね、こうやって、うん、よし、素晴らしい。で加藤先生どうですか今日。若手の相手してます。若手結構いいですね。なんかちょっと加藤先生に少し技がね、またパクってくれる、パクって上段膝とかね、結構胸打つと胸のパンチとかね、結構やっぱ先生と生徒さん、先生高校1年生のね、先生よし、そうそう、胸手が下がるところに上段入れて、うまい、残り10秒、おお入った入った、終わり、よし、まあこれ先週稽古ですか今日は。そうですね、毎週金曜日やってます、毎週金曜まあ、加藤先生のこの東伏見の道場に入ると、まあ、これぐらい強くなることができるというところで、強くなりたい人はぜひ来てください。いいっす、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
今度はキックボクシングルールでいきます。よし、お願いします。お願いします。
こんな感じでした。どうぞ。どうぞ。よし、ありがとうございます。Hey, good day. Ah, yes.